落合博満をしてこう言わしめた。天才は俺じゃない、前田だよ。食べました。汗でね。あ、汗が分厚い。写真じゃ撮ってください。ちょっと握手してもらえないですか。僕も広島市民球場でバイトしてた時に、うん、ビジター側 の、 あのチケットもぎりをやってて、うんうん、で前田選手がスタッスタッスタッと歩いてきて、うんうん、タッタッタッと入ってきまして、うん、完璧に間違えてるじゃないですか。広島市民球場だと、ね、ホームチームの、そうですね、ベンチに行かないといけないのにビジターチームの方に入っていって出てきて、すごい照れながら、うん、ちょっと分かっとんやったら教えてくれや言うて出て行ったお前に言ったの。そういや、前田選手年間何回市民球場行ってんの。すごい数いっとると思うよ。行ってんのにビジターの方から入ってったんだ。そう、おっちょこちょいなとこもあんのよ。おっちょこちょいなんかもしんないな。